今日はお客様の声ということで、よろしくお願いいたします。トイムはどういうお悩みでいらっしゃいましたか？便秘 で、あの1週間ですね、全く自力で排便できなくなったので来ました。はい、その症状に対してどういう治療だったり対策をしましたか？大体3年ぐらい前になるんですけど、あの大腸検査したんですよね。で特に何でもなかったんですが、大体3年ぐらい前から断絶的に便秘あったんですけども、もっとひど一番ひどくなったのは1年ぐらい前に残便感があって、それで、はい、ちょっと困ってました。はい、そんな感じです。それでどういう治療をされたんですか？あ、それで、治療は特にないんですけども、その市販の便秘薬を飲んでは、治って飲んでは治りという繰り返しだったんですが、やっぱり1年前から便秘薬を飲んでも残便感があって、でだんだんやっぱりあの便秘薬も効かなくなって、で最終的には浣腸もしたんですが、それもあまり効かなくなって、でだんだん苦しくなって、それで、1週間全然自力で排便できなくなって、それでその先生のとこに来ました。はい、ありがとうございます。はい、でうちのトイの針治療を受けられてどうでしたか？はい、最初はですね、やっぱりその来た時に15分ぐらいで終わっちゃったので、こんなんでいいのっていう感じで半信半疑で来たんですよね。でまあ終わりですって先生に言われて、ああそうなのかなと思って来て、でその日はちょっとしか出なくて、次の日もちょっとしか出なくて、で2日目に本当に1週間分出なかった1週間分がお昼にドバッと出てびっくりしました。よかったです。そんな感じです。はい、それが、まあ、週に1回を5回ぐらい治療させていただいて、自然に排便が出るようになったっ、ね、はい、出ました。はい、出るようになりました。まあ、下剤を使わずに、はい、うんうん、はい、下剤も使わず、浣腸もせず、自力で排便できるようになりました。まあ、ほぼ毎日ぐらい出るようになってましたよね。ほぼ毎日ですね、1日2日、もう1日、あ、1日ぐらいですね、できなかったのは。でもこの1ヶ月間、約1ヶ月になるんですけど、1日かな、出なかったのは約、そうですね、ほとんど毎日排便できました。はい、でこういったあの、同じお悩みを持たれている方に、ちょっと一言、お話しいただければなと思います。あ、はい、私も半信半疑だったんですけれども、本当に、針で便秘が改善するなんて本当に思わなくて、すごい、あの1週間自力で排便できなかったので、すごい困ってたんですよね。で、あの本当に溺れるものは笑うもつかむじゃないですけど、本当に素直な気持ちで本当に来ました。はい、それで、まあ、1回試してみて、あ、ダメだったら、まあ、次また行けばいいやっていう軽い気持ちで来たので、やっぱり一度は絶対その受けてみていただきたいと思います。必ず変化はあると思います。ありがとうございます。はい、